What's up, ladies and gents? どうも皆さん、バンチャーテッドマーキュリーです。さあ、以前パニック動画のやり方、生放送でやりたい30分ぐらいで説明したと思うんですけど、まあ、30分ってちょっと長いんでね、今回はかなり短く、サクッと、パニックのやり方をまとめていきたいと思います。でどうやってやるかっていうと、まず、基本的に47を感知する敵っていうのは頭の上に白色のマークがついています。で白マークがついている敵のことをエンフォーサーと呼びます。でこのエンフォーサーたちの近く付近をですね2回以上2回か3回撃ちます。これをすることで頭の上に白色のマークが消えて、自由に行動することができるようになります。彼の周りをぐる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 回ってもクッション運動してもバレることはありません。これがパニックなんですよ。でこれの引き起こし方の一つが、今やりました NPC のエンフォーサーの近くを2回もしくは3回撃つこと、これが一つ。じゃあ次2つ目のやり方を紹介します。今回は本当簡単に説明するので詳しいやり方は以前の生放送の動画を見てください。2つ目どうするかと言いますと、彼らの付近を2回撃ったと思うんですけど、今度は NPC そのものを撃ちます。ただし頭を撃っちゃうとヘッドショットで殺してしまうので死なないように足を撃ってください。これをすることでもパニックを引き起こすことができまして、この2人が起き上がった後目の前をぐるぐるしてもサイレントアサシンをキープしたままになります。バレることはありません。これが2つ目。次、3つ目のやり方を紹介したいと思います。3つ目のやり方は、まあ、2人以上いる場所で有効なんですけど、その2人以上いる、NPC のうちのいずれかの1人、どちらでも構いません。いずれかの1人をトリンカライザーガン、気絶銃で無効化することで、カメラ破壊するためにもう1個銃いるな。気絶銃で無効化することで、気絶させることで、同じようにパニックを引き起こすことができます。やってみますね。これも簡単ですね。まず気絶銃取り出して、ピストル取り出して、これ監視この上のカメラを破壊するのに使うだけなんで、パニックとは関係ありません。でここで、気絶銃を取り出してですね、このうち2人いるどちらでもいいです。どちらか1人を撃ってください。すると頭の上から白色のマークが消えて同じ現象が起きます。屈伸運動しようが走り回ろうがバレることはありません。これが3つ目のやり方。4つ目のやり方紹介したいと思います。次持ってくるものはですね、爆弾系の武器を持ってきてください。この爆破系の武器を使うことでも、同じ現象が起きます。あ、またやっちゃった初期武器に気絶銃を設定してるから監視カメラのところでバレちゃうのよ。すいませんね。よいしょ。爆弾を爆発させることでもパニック状態に持っていくことができます。ただし、これ爆弾を爆発させるときですね、必ず NPC を巻き込まないようにしてください。あれ？で、この爆発で NPC を巻き込んで殺してしまった場合は、サイレントアサシン取れなくなるので、それをしないように適当に投げて、NPC から離れたところで、爆発します。これをすることでも頭の上から白色のマークが消えまして、ぐるぐるしても割れません。はい、基本的にパニックのやり方としてはこんな感じですね。このいずれかの技を使うことで、簡単にバレることなく不法侵入エリアを突破することができます。で、さっき足元を打ったと思うんですけど、これ足元じゃなくてもボディを打っても同じことが起きます。ボディを打っても同じ、別に足じゃないといけないということはありません。頭を打たなければいいです。ただ、覚えておいてほしいのはですね、NPC には体力が設定されておりまして、一番ダメージが高いのが頭、一発即死です。次にダメージが高いのが体、今打ったボディですね。で、一番ダメージ判定が少ないのが足なんですよ。だから足を打つと、一番少ないダメージで、パニックに陥らさせることができます。で、ボディを打っちゃうと、2番目でダメージが高いので、例えば間違って2、3回とか撃っちゃった場合は NPC を殺してしまうので、それだけ注意してください。また、軍人とか警察官とか銃を持った兵士ですね、兵士の方が
普通のそこら辺にいる NPC よりも体力が少し高めに設定されております。で、余談なんですけど、北海道のターゲットエリック・ソーダースは体力が1なので、ちょっとした爆風ですぐに死にます。はい、というわけで今回は5分ぐらいでサクッと解説してみました。詳しい解説が知りたい方は以前の僕の生放送のパニック動画を見てください。それじゃあピッシュアウト。